こんばんは。予定リナです。この後は、オンライン、なんだっけ、オンラインサイン会的なやつがありますので、それに行かなくてはなりませんので、ちょっと15なんか ゆっくりっていうか、なんかいろいろやってたら時間がなくなっちゃった。普通にやばい。15分だから今10分でしょ。25分、まあまあまあいけるか。ネタバレしてますけど、服装とかもそのまま気にしないんで、今日もね、一日朝からレッスンをやってきて、30日に劇場公演の出てた初日をね迎えますので、ここに来てめっちゃ眠たいわ、今やばい。なんかどうしたもんかねっていうくらい眠たいですね。なんでこんな眠たいんだろう。めっちゃ眠いもん。なんかね、毎日毎日やってたらね、まあそりゃ疲れるわ。そうだ。スーツ？いや、ごめん、スーツじゃないんよ。全然スーツじゃないんよ。ワンピースなんよ。ごめんやけど、全然スーツとかじゃない。就活かと思ったんだって。いやいや、ただの青いワンピースだから。え、めっちゃ可愛いって言われたんだけど、メンバーにも超おしゃれだねっつって、可愛いねって言われたんだけど、この可愛さがみんなわからないかな。伝わってる？うわ、ありがとう、嬉しい。もう眠くて眠くて疲れちゃった、マジで。もう毎日エブリデイ朝からだからね、エブリデイ朝からだから、やばいよ。あともう何日？本番まであと5日？あと5日？あと5日で私たちは初日を迎えます。イエーイ。なので春コンが終わっても忙しいです。キャーよ。エイトのやつの周年もリンちゃんのやつもまだね、何もやってないけどね。とりあえず今はその公演の振り入れでね、スケジュールがいっぱいいっぱいなので、それを終わったらかな。まあでもちょっと10個しないといけないものとかはちょっと起こさ
さないといけないなって思ってるんですけど、ちょっともうそこまで行ってない。もうね、そこまで行ってませんけど、まあゆりなちゃんのユニットが何なのか当ててみてください。じゃあみんな、ここに予想を書いてください。私のユニットはなんでしょう。食べないよ、似合いそう。え、全然答えてくれんじゃん。ぜひみんな予想してみて。もう30日だから、あと3日しかないから、ぜひ当てて、予想して。曲わかんないって。え、セットリストとか見ない系なんだ。みんな結構調べたりしないんだ。臭いもの、ああね、確かに。ちなみに MT で負け男やってました、私。 MT のアンダー出させていただいた時にユニットが負け男だったかな。今日もね、オンラインサイン会みたいなやつはなんかチケットっていうのかな、がね、19時半までね買えるってね、書いてあったっていうか、ページにね書いてあったのでね、拡散朝したんでね、もしよかったらぜひって感じですかね。ダメ男に引っかかった女の子の歌でしたっけね。手にもいたた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 、かわいいよね、デビューボーイね。臭いもの、今回結構恋愛の曲がいっぱいじゃないですか。で、恋愛の曲がいっぱいで、
ロマイラでしょ、と思ったんだ。そんなロマンスいらね。誰のポジションが空いてるんだ。空いてるとかないよね、普通。あなたはいらね。いや、あんなに普通にいらねとかって言われたらめっちゃ最高、素敵。次が性格のある女の子だからね。性格の悪い女の子はきっと私は生まれつきだったけ、人のものが欲しくなるの。羊の皮をかぶった狼にもなれる、自分で呆れる。いや、最高。人のものが欲しくなるってやばくない？止められないかやめられないかみたいな感じだよね。なかなかのすごい歌詞よ。だってさ、だってさ、友達がさ、トイレに行ったその隙にさ、あなたをさ見つめるだけでさ、男はそれ、大抵の男はそんな感じで落ちるのよみたいな、はははみたいな、やばくない？すごい尊敬するんだけど、逆にすごいんだけど。ね、マジで魔性の。でもこういう女の子が一番モテるんだなって思う感じの女の子って感じの歌だよね。で、性格の悪い女の子って何だっけ、次。恋愛サーカスなわけないか。あれ、なんだっけ、曲つなぎゃわかんないや。恋愛サーカスって言ったっけ、違うかな。まあ恋愛サーカスやって、で、恋愛感サーカスはいいよね、なんか楽しいそうで、ダウンタウンホテル100号室、ダウンタウンホテル100号室の歌詞はやばいでしょ、あれは本当に。なんかさ、今思ったらさ、ダウンタウンホテル100号室さ、エイトでさ、アダルトとかよくやってたけどさ、歌詞的にそうなのにさ、やらなかったんだな今までって思った。今回あのセッツリストに入ってるのに見て、そう、ダウンタウンホテル100号室、ダウンタウンホテル待っているよ、彼とみたいに自由に相手の壁なんて、それでユニットかな。あれ、なんか曲あったっけ、次。次が恋愛サーカスだったかな。あ、恋愛サーカスやって、違う、次が違う、君の嘘を知っているでダウンタウンホテルだ、つなぎが。君の嘘を知っているもなかなかやばくない。だってさ、あれってさ、多分女の子がさ浮気しててさ、それでさ、僕は知ってるけど、でも僕は君のことをっていうことで、だってさ、君の嘘を知ってるとホテルその日と身は隠せなかったってことじゃん。だからさ、そういうことになってさ、傷ついたのは僕じゃなくて君の方をさってさ言える？そんなことされて絶対言えないんだけど、傷ついたのは僕なんだけどって言いたいね、普通に考えるとね。なかなかな歌で、それが終わった後にダウンタウンホテルだって、レインサークス終わった後がオネストマンですね。オネストマンだ。オネストマンはファンの人めっちゃ好きそう。君が好きだとかさ、なんかストレートじゃん歌が、で可愛いって感じだからさ、なんかファンの人とかめちゃくちゃオネストマン好き。私もネストマンです、中四国でよくやってた。よし、10分だった。じゃあ私もちょっと行かないといけないから、ちょっと時間結構やばくて、ちょっとね短いんですけどね、ありがとうございました。
じゃあみんなこの後ね、オンラインの DVD のサイン会で会える人はお会いしましょう。じゃあランキングちょっと読んじゃって、私はもうちょっと急ぎますね、とりあえず。とりあえず急ぎますね。13位モンゴリアンチョップさん、12位ジェイ金子さん、11位ニューネームさん、10位アキコさん、9位 T さん、8位ヤングさん、7位オクヤンさん、6位サキモリさん、5位シンドさん、4位アーさん、3位ハルタラさん、2位ニキヤさん、オンラインサイン会楽しみ待ってます。そして今日の1は三坂最高さんです。イエーイ、ありがとうございます。というわけでこの辺で終了にしたいと思います。じゃあ皆さんまた後々のチコでお会いしましょう。それじゃあバイバーイ、ありがとうございました。